ウェディングのオフシロの素材を使ってこういう風な飾り部分を作るとオフシロの部分がどうしても濃くなります。それで全体にこういう飾りをつけてからドレスの色を見ると非常にちょっとちぐはぐになる場合があります。そういう場合はどういう風にするかと言いますと、こういうオフシロのオーガンジーの薄手をこの綺麗なサテンの間に加えることによって、ここに表から見た色が少し白よりもややオフ白に見えるような形のこういう作業をしていきます。これは生地だけの場合はわからないので、全体にこういうふうにドレスが出来上がった時にこういう素材をこう組み合わせることによって色調節をしてドレスを作っていきます。そしたらここに間に入った色によって非常にこれウェディングの場合こういうサテンの生地が薄いので、下に合わせる色によって全体が少しオフに見えるような感じに調節していきます。これがちょっと、こういうウェディングのやり方でものを作っていきます。